皆さん、おはこんばんにちは、いすげです。ということで今回はガンダムオンライン実況プレイしていきたいと思います。はい、早速ですが今回使っていく機体はこの機体。はい、ということで今回はこの機体使っていきたいと思います。はい、 G ラインアサルトアーマーでございます。はい、今ね、ガンダムオンラインの方で結構猛威を振るってる機体が、まあ昔からいるね、ジオーとかなんですけど、それ以外にもギャン・クリーガーとか、それからこの機体、まあ、それからまあハイニューとナイチンゲールかな、はい、その機体たちがすごい猛威を振るってるらしいです。まあその中の一機ですね。ってことでこの機体がですね、実は6月で下方修正されるらしいので、この機体たちがね、さっき挙げた方たちも確か下方修正されるとか、はい、なんか今回のアップデートだったかな、で確認しましたってことなので、下方修正される前に使っとこうということで、今回この3機をメインに使っていきたいと思います。あとおまけです。はい、それとですね、ちょっと一つ、今の階級、これなんだろうね、少尉かな、はい、でございます。まあ、全然やってなかったんでね、申し訳ありませんが、まあ、今回はね、まあ、少尉の戦場になると思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで戦場の方に行きましょう。さあ、ということで新マップサイド7、ガンダム大地に立つということで新マップでございます。はい、どう攻めればいいかも全く分かりませんけど、はい、まあ元大将としましてね、頑張っていきたいと思います。まあとりあえず一番最初使うのはキーンズのね、はい、イスギを昔から使っているライトアーマー、ライトアーマーじゃない、Gラインアサルトアーマーを使っていきたいと思います。ちなみに武器の方なんですけど、これヒートランス1本です、みんな。はい、もうこれだけあればこの機体は活躍できますんで、はい、ということで戦場の方に行きたいですが、どこがいいんだろう。ここ C が多いから C に行こう。 OK、 C から出撃。はい、今日も来ました、この戦場。ってことでここがサイド7ですね。アムロがちっちゃい頃暮らしていたところですね。ちっちゃい頃というか最初からいたってわけではないのかな。まあまあまあ、そこら辺はちょっとよくわかりませんが、試合に集中していきましょう。で、敵を見つけたらこの槍をぶっ刺せば倒せますんで、基本もう一撃で倒せます。これもうそんぐらい、もうね、異常なぐらい強いですので、その火力をね、ダシッと見せていきたいなと思います。さて、敵さん、いた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 、反対側にいますね、敵さん。あー、はい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 、ちょっと突っ込んでみようか。あー、やばい、ノー。はい、ということで G ライン1号は瞬殺されました。何を食らった、俺。うわ、びっくりした、音すげえ。さあ、てことでどんどん敵と戦っていきたいところですが、なんかいるね、そこだー。けっで、溜まるのが早くなるんで、よっ、やばい。くはー、くっそー。さあ、ということで最終出撃でございます。4から出撃ですね。敵さんがちらほらと前の方にいますので、貫いていきたいところだが、いやー、やっぱりね、低階級とはいえやっぱ機体が強いっすね、非常に。おーちょー、オッケー、よいしょー、オッケー。ブーストがあんまりないので、ここは気をつけていきましょう。この機体銀図なんでね、そこまで力入れて強化はしてないので、一応マックスにはしてるんですけど、うんうんうんって感じ。よいしょー、オッケー。あー、くそ、よっ、よいしょー、オッケー。まだ生きる、くそー。頑張った。さあ、ということで復活でございます。ここ占領されてますね。一気に襲いましょうか。 OK、 OK、 やばー。さあ、出撃でございますと、
北の方にいるんだけど、まあここは前進しましょうかね。前進して先の敵をやりに行きましょう。さあ来てくれないかな。タンクがいる。よいしょ、オッケー、よいしょ、外していく。オッケー、いけるぞこれ。溜めて溜めて、待って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 、一旦ストップ。よいしょ、なんか当たった。おりゃー、当たった。オッケー、さあ本拠点から出撃でございます。真ん中がちょっと取られてますんで、まあ様子見つつかな。攻め、あ、いた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 。ケンプファー、バトオペ2で猛威を振るっているケンプファーがいますね。昔はねケンプファー強かったんですけどね、何でもオンラインでも。今正直微妙な部類なんじゃないでしょうか。中央は若干制圧してきてますね。若干じゃん、バリバリ制圧してるわ。さあお敵さんいないかな。横からずしっと行きたいが、一旦様子見て、でここに来るはず。よいしょ、オッケー、危ない。危ない。危なかった。よし、いただき。はい、上の少将とか、少将じゃない、召喚とかね、左官とかになると、はい、こうはいきません。左官ぐらいならいけるかなと思いますけど、召喚は結構ね、炎のやつとか、なんか足止まるやつとかすごい投げられたり、グレネードであるんですけど、そういうのでやられたりするんで、こううまくはいかないんです。はい、召喚だからこそ、召喚じゃないや、遺憾だからこそできたことって感じですかね。はい、
ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、ガンダムオンライン、反響がありましたらね、どんどん出していきますので、はい、ぜひね、高評価、それからチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとコメントもやっぱ多いとやる気つながりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。